立浪監督、ドミニカへ、狙いは外野の長距離砲。中日の立浪和義監督が9日、ドミニカ共和国へ新外国人の調査に行くため、沖縄秋季キャンプから離れた。近く離日し、長距離砲探しの旅に出る。ポジションは外野で左右は問わない。最下位からの巻き返しには新外国人選手の力は欠かせない。コンオフ最大のミッションが始まる。森重、与田、立浪と中日の監督は積極的に現地に行くな。中日の監督が自分でドミニカに選手取りに行く文化なんないや。球団は何もしてくれないからね。去年みたいに補強ゼロになる。球団任せやとガーバー拾ってくるぞ。大変やけど予算内なら監督のお好み選手を取れるわけか。監督兼投手コーチ兼打撃コーチ兼国内スカウト兼海外スカウト。戦う顔は生で皆判断できんから。なんか仕入れに行くようにしか見えん。立浪って何でも自分がやらないと気が済まないタイプよな。森重マルティネスルートまだあるん。ドミニカは一回ダメになったらしい。またつながり修復したいとは言ってた。ポランコとウォーカー連れてきたのデニーなん。だとしたらデニー切ったの失敗じゃね。立浪がドミニカ行ってる間に迂回のフォーム固めろ。ご視聴ありがとうございました。